こんにちは、スワルジ工房です。今日はですね、要塞パターンは独学でできるのってことでお話を進めていきたいと思います。スワルジ工房は2004年から15年以上ですね、天然繊維での衣服作りを続けているんですけれど、はい、実はですね、私要塞の学校とかですね一切行ったことなくて、なんかちゃんと勉強したことないんですね。でもなんでこれできてるかっていうとですね、実際ですね、この服作りをしていく、やっていく上で作っている現場に行くことが結構あったり、作ってる人と一緒にこう仕事することがあったりして、でそれで、あ、こういう道具使ってるんだとか、実際にですねこう見てみて、パターンのことですね、ちょっとずつこう覚えてきたって感じなんですね。はい、完全にやっぱりこう全部自分でからゼロからってわけじゃなくて、インドのこのラジャスタンっていう地方の民族衣装を元にしてるんですけど、例えばこのギャザーは別のこの形からみたいなんで、ここの形はこう前スワルジが作ってた服の形からみたいな感じで、いろんなこうパーツを組み合わせることによって、ちょっとずつこう違う、全く同じものじゃなくて違うものができてくるみたいなステップを取ってます。前からやってきたパターンとかが結構あるので、それをまあ組み合わせたり、まあサイズとかもまあ大体あるので、それを組み合わせたりできるんですけど、全くない時から始める場合はですね、洋裁店とかでこう、標準のパターンとかありますよね。ああいうのから作り始めてみて、で実際作って、でちょっとまたこうパターンとかこう変えたりとかして、で作ってみて、まあ、ちょっとずつこう自分でこう、あ、ここ変えたいなと思ったらちょっとずつ変えたりとかして、とりあえずこう手を動かしていくっていうのが一番の近道だと思います。で今ですね、これもまあ僕 YouTube で発信してるんですけど、 YouTube で、ノウハウですね、こう発信、無料で発信してる方おられますので、すごい便利な時代になりましたよね。で実際僕も YouTube で、ポケットの作り方とかですね、分かんない時とか YouTube とかで結構検索したりして、で、ああそういえばこうやってやってたとか思ってやったりするので、でやっぱこう動画検索ってもうこれからすごい大事ですね。そう思って私もこうできる限り皆さんに価値ある情報を発信していきたいと思ってんですね。使う道具なんですけど、まずですね、製図定規ですね。でこれ僕こう何本か持ってるんですけど、まあ、これぐらいあれば、まあこれ別になくてもいいかな、この3本ぐらいあればもう十分、初めはね十分なのかなと思います。見えますかね、ここに金属のガードがついてるんですよ。なのでこれ使うと、こうカットしてる時に、カッターでですね、こうカットしてる時にここ定規のプラスチックが傷ついたりしないぞってことで便利ですね。で普通の定規とかだとこれついてないじゃないですか。なのでカッターの刃がガッて入っちゃうと、ここに傷ついて、で次線引く時とかもここにこう引っかかったりするので、やっぱりこのカッターにこの鉄がついてるやつ、これは一つ持ってた方がいいと思います。でこの定規ね、アームホールのとか引く時にね結構便利なんですよね。なのでこういった形の定規持ってるといいかもしれないですね。先ほどなんですけど、これ台の上にこのカードですね、これが台の下地で、でこれがなんか、でかいボール紙みたいなの引いて、でこの上でこうカッターやっても傷つかないよって感じで、で作業台ね、今僕父の方からいただいたものですね、要塞用の作業台、まあたまたまいただくことがあって使ってるんですけど、で実際今お出ししてる写真は、僕埼玉の小川町ってとこに住んでた時の写真なんですよ。でその頃もなんか作業台とか持ってなかったので、こう製図の仕事をする時だけですね、製図、あ、パターンの調整する時だけ板をこうバンと出してきて、でパターンの仕事が終わったらこう板閉まっちゃうみたいな感じでやってました。 なるべくねミニマルな材料からちょっとずつ揃えていくのがおすすめです。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。でそんな感じでですね、こうものづくりしながらこう販売とかもしてしつつ、卸の仕事とかもしつつ、まあ、いろんなことを統合してやってるんですけど、僕一人で結構いろんなことをこう全部回してる、ほぼ回してるって感じなんですけど、そうだな、もうちょっと儲けようとかと思ったら、もしかして僕がもうものづくこういうのとか全部外注出しちゃって、まあ営業とかですね、あとお客さんの声聞くとか、そっちの方にこう特化していった方がいいと思うんですけど、スワラジ工房のコンセプトとして、まあ、自分でこう手足を動かしていこうっていうコンセプトがあるの で手足動かしてこうサンプル作りとかは、まあ、自分の担当みたいな感じでやってます。で11月6日からですね、11月の27日までですね、埼玉の、カフェギャラリーぬくぬくってとこで、築180年ぐらいの古民家で、
よそらじこぼの展示会があります。で大体ですね、11月10日の日曜日以外はですね、大体週末、私在留してますので、ちょっと町から遠い分ですね、結構畑とかあってこうリラックスできるんで、よかったらね遊びに来てくださいね。でもしおいでの際はですね、私コメント欄とか、SNS のメッセージでも何でもいいんですけど、行ってくれたら、その時間に合わせているようにもできるかと思うので、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。